皆さんこんにちは、ダイビングインストラクターのしゅうです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ヘッドファースト潜航についてのお話をしていきたいと思います。スキューバダイビングでもスキンダイビングでも、やはりこのヘッドファースト、頭からスッと入るやり方ができることでかなり幅が広がってきます。で、ダイビングの安全性に関してもかなり重要な技術の一つじゃないかなと思ってます。潜航がスムーズにできることによって水中のストレス感っていうのも非常になくなってきますし、それからスキンダイビングなんかでも素潜りですよね、シュノーケリングが苦手な人なんかでも中にこうスッと入ること、ヘッドファースト潜航がきれいにできる人に関してはもうスキンダイビングでも10メートルぐらいはですね、すぐに行けるようになります。今日はそんなヘッドファースト潜航のお話についてしていきたいと思います。まずですね、手順とするとどんな手順でやるのか、後から僕の方がデモンストレーションの技術で、水中の映像を流しますけども、まず、言葉で手順を教えていきます。まず最初にエントリーして潜航するときに使 ヘッドファーストですね。エントリーしたらまず BC の空気を抜きます。この時点では皆さんちょっと多くいるんですけども、ヘッドファーストしようとしてエントリーしてすぐ体を水平にして一生懸命 BC のホースをこう上に上げながら吸気をしようとして、でこれで抜けただろうと思って体を折り曲げて入っていくと全然入りきらない、でまた体が浮かされてしまうっていうようなパターンが多いと思うんですけども、まず最初はヘッドファーストといえども BC を排気しますので、体を水平にする前に BC の排気を縦の姿勢で行います。ドボーンって入ったらいつも通り船の方をしっかりと振り返ってもらって BC を排気します。しっかりと手を上げて、でホースから排気しなくてもこの肩口から抜ける人は肩口から抜きます。 BC の排気が OK であれば体を一度水平に戻します。次に方向を確認します。行くべき方向、ただ闇雲に真下に入っていってもヘッドファーストの意味がありませんので、集合場所に向かってスムーズに入っていくことがまず第一条件ですので、方向を確認します。それでから体を水平からぐっと90度ぐらいに曲げながら息を吐きます。でその際に体が入っていくときに必要であれば手でぐっとひとかきしてみてください。平泳ぎの要領でぐっとひとかきして、でフィンが中に入った時点、こうに入った時点でフィンをかき始めるんですけども、結構ヘッドファーストが苦手な人は水面でバシャ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 ってフィンだけ動いてるパターンっていうのがあるんですね。これはフィンの要は能力を一個も生かされてませんから、水面でフィンが暴れてるだけなので全然意味がないです。フィンが入水してから水を捉えているようになってからかく、要はそれまでは体を曲げて息を吐く力とウェイトの沈ませをする力と手のグッていう推進力でフィンが入るところまでは行かなきゃなんないってことです。それでからフィンが活躍しますので、ヘッドファーストでフィンで入ってくるというような流れになります。で、注意点とするとどういうところを注意しなきゃいけないかっていうと、まずは今言いました BC を排気するまでは水面に縦の姿勢です。排気口が肩口にある人、またホースで抜く人からここのバルブで抜く人、もしくはお尻のバルブで抜く人もいますけども、お尻のバルブで抜くんであれば縦の姿勢は取らなくていいです。水平姿勢からもしくはヘッドファーストの最初に入る瞬間のところまでの時に排気をすればいいんですけども、基本的には BC の排気をするときまでは縦の姿勢です。で、縦の姿勢からしっかりと空気が抜けてから水平に体を戻していくという感じです。ここがまず1点目の注意点です。で、2点目はヘッドファーストするともう自分のおへそみたいなのを見ながら頭を真下にしてずっと行く人がいるんですけども、これはもう全然方向確認ができませんので、ヘッドファーストができてたとしてもヘッドファーストをやってる意味がないんですよね。バーって速い先行で入ってって全然ひっちゃかめっちゃのところに入ってって、その後あれ自分はどこにいるんだろうと、で一生懸命行き先を探して、あそこがガイドさんかってまたそこから移動していく。これはヘッドファーストっていうのは速い先行で早く集合場所に行くための有効手段ですので、真下を向かずに方向を見るということです。体を折り曲げてグッと入ったら首をグッと上げて方向をしっかりと見定めた状態で入っていく。で、ヘッドファーストって90度に真下に入んなきゃいけないというイメージあるかもしれないんですけども、これが例えば深く潜りたいとき、スキンダイビングとかで深く潜りたいときは無駄がないように斜めとかに行く必要はないんですね。スキンダイビングのときは真下に入っていって深い水深が得たいのであれば真下が正しいです。だけどスキューバダイビングである方向に行かなきゃいけないというときは
ここは斜めだったら斜めに向かって入っていけばいいだけの話なので、少なからずスキューバダイビングのヘッドファーストの時は真下を向いて90度に真下に入っていく必要性はないです。方向に向かって、行くべき方向に向かってヘッドファーストで入っていけばいいってことです。から3つ目の注意点、フィンが入水する感覚を掴んでください。結構多いです。ヘッドファーストしてても僕らが船上でお客さんのこうケアをしながら、はいどうぞ行ってらっしゃいっていう状態で送り出しても、結構上でバシャ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 ってやって、やっとの思いで入っていく人が多いんですけども、フィンが入水しないと上で暴れてても全然進んでいきませんので、もしそこで推進力を得るとするならば手で書くしかないです。手で 2,3 回書いてフィンが入ってからフィンの力で入っていく。このフィンが水面より下に入水する感覚っていうのは、足が入っただけじゃダメです。足が入ったとこよりも60センチぐらいフィンっていうのは長いわけですから、足が入ったよりも60センチぐらい水の中に入ってる感覚、そこで初めてフィンを書く、これを習得することが大事になってきます。こんな3つの注意点を頭に描きながらですね、この手順に沿って一度ちょっと海の方でやってみたいと思います。スクーバーのヘッドファースト潜航です。まず最初はこちらの動画から、ご覧ください。どうぞ。じゃあ次にですね、スキンダイビングにおけるヘッドファースト潜航のやり方です。こちらもじゃあデモンストレーションの方をご覧ください。今見ていただいたのがスキンダイビングにおけるヘッドファーストの方法です。スキンダイビングの場合というのは基本的には真下に向かって入っていくような形が一番ベストです。ということは体を折り曲げる90度の体勢を取ることっていうのが非常に重要になってくる。挨拶をするようにグッと入っていくような感じですね。で、そこの時もですね、スキンダイビングでも息パンパンにしてると体っていうのは沈みづらいので、ある程度パンパンじゃないぐらいの方が本当は中に入っていくのは楽になってくると思います。ただ息が続かないとかね、そういうことが出てくると思いますので、その辺は少し練習してもらうといいんじゃないかなと思います。はい、今日やったこのヘッドファースト潜航を身につけてもらって、しっかりと集合場所にすぐ入ってくるような、僕の前の講座であるエントリーから潜航までっていうところの流れありましたけども、そこの流れの中でどうしてもヘッドファースト潜航っていうのは非常に重要になってきますので、身につけてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、これができてくるとダイビングっていうのは非常にまた幅が広がってきますので、ぜひですね、エントリーから潜航まで非常にスムーズにやる一部として考えていただければいいんじゃないかなと思います。こうしたものをですね、身につけてまた楽しいダイビングをしていきましょう。今日はヘッドファースト潜航についてのお話でした。今日も熱烈先生のダイビング講座ありがとうございました。また次回。